ザック・ガリフィアナキスは、アメリカ合衆国の俳優、コメディアン。ノースカロライナ州、ウィルクスボロ生まれ。母親は、コミュニティセンターの職員で、父親は暖房用石油のセールスマンだった。父方の祖父母は、クレタ島からの移民で、母方は、スコットランドとアイルランド系。妹と兄がいる。またいとこのニコラス・ガリフィアナキスは、ワシントンポストの挿絵漫画家で、 おじのニック・ガリフィアナキスは1967年から1973年まで国会議員だった。ノースカロライナの地元の高校を卒業後、ノースカロライナ州立大学へ入学。在学中はコミュニケーションを専攻していた。だが卒業できず、1992年にニューヨークに移住。ニューヨークにおいてスタンダップコメディアンとしてキャリアをスタートさせた。 コメディアンとしての下積みを続けた後の1996年にシットコムのボストンコモンでテレビデビュー。そのすぐ後には人気番組のサタゲーナイトライブへ脚本として参加するも同番組には2週間だけの在籍だった。その後、役者としてリーメジャーすらが出演するカルトコメディのアウトコールドへ出演。それから、 スタンダップコメディアンのための30分番組にレギュラー出演したり、人気深夜番組のジミー・キンメルライブなどへ出演して、徐々にコメディアンとしての頭角を表していった。それからもジミー・キンメルの番組やケーブルテレビチャンネルのコメディセントラルの番組ジャッカスなどへ出演している。役者として2009年に出演したトット・フィリップス監督のハング・オーバー、消えた。 花婿と、史上最悪の二日酔いにおいて、いまだに実家を出られない、ダメ中年男を演じたことがきっかけで、大ブレイク。ちなみにこの作品自体も低予算で制作されたにも、かかわらず、2週連続で、北米工業収入1位を記録し、全米だけでも2億ドルの工業成績を残した。ガリフやナキス自身も、同役柄において、MTV ムービーアワードで最優秀。 コメディパフォーマンス賞を受賞した。コメディ俳優としての格好たる地位を確立した後は、様々な映画、テレビドラマなどにコンスタントに出演している。2012年8月11日に、チャリティ団体、グローイング・ボイセズの創立者のクイーンランドバーグと結婚。カナダのバンクーバーにある農場で挙式した。ありがとうございます。